どうも長峰大です。刀慎一郎です。今回は2002年に公開された炎ぐらい水の底からというジャパホラ映画の話がしたいんですが、まず僕的にこの作品は野球のスコアでいうとこんな映画なんですよ。なんで野球で評価すんの？いや、要は分かりやすく可視化したって感じなんですけど、まあこうスコア見てもらうと分かるように長峰チームにちょこちょこ点数を取られていったほのぐらチームが9回表に逆転満塁ホームランを打つという展開なんですね。要は前半はそこまで面白くなくて後半一気に巻き返した的な話ですよ。ほう、9回の裏がまだ点数ついてないよ。まあ、とりあえずまずはその9回表までの話をしていきたいんです。というわけでこの映画の簡単なあらすじですが、旦那との離婚調停中、主に娘の育子の親権争い真っただ中のよしみはとあるマンションに引っ越してくるんですが、そこで恐怖のどん底にって感じの話でして、あ、はい、まずこの作品、先ほどのスコアからも分かるように前半戦特に冒頭があまり良くないと個人的には思っちゃってんです。お、はいはいはい、具体的にはよしみがマンションに住み出す理由の乏しさにあるんですよね。お、乏しさ。よしみは離婚調停中、親権確保のため一刻も早く住居を欲しがったわけなんですが、何を重要視していったかがよく分かんないんですよね。お、はいはいはい、いくつかの物件の中からここを選んだわけなんですが、その他の候補が一つも分からないからなぜここに決めたのか分かりませんよね。うん、確かに途中不動産屋との会話でここなら幼稚園も歩いていけるとふわっとした情報が出ますが、それを重要視していたならば他の物件もそうだったはずって思いませんか？まあ確かに、ましてや舞台が横浜なんてどんだけでも物件あるでしょっていう。あるかもね。おしかもよりによってこの物件は明らかにひどい、主営もひどけりゃ汚すぎるし、何より下見に行った時にエレベーターで誰かに手握られるなんか絶対嫌でしょ。嫌だねそれ。すごくうがった見方をしてしまえば、主人公がなんとなく怪奇現象に巻き込まれる場所に住み始めたというふうにも思えませんか？まあ確かに。さらにこのよしみという主人公は恐ろしいほど受動的で、おそらく幼少期に母親に捨てられた経験により嫌なことに抗ってさらなるリスクを生むよりは現状を黙って我慢するという性格に育ったキャラみたいなんですね。あの僕個人的な考察やと。おお、ほうほうほう。つまり受動的な主人公がなんとなく怖い目に遭う流れにも見えると思うんですよ。確かに怪談者としてオーソドックスなスタイルだとは言えると思うんですけど、この手の主人公って自ら積極的に解決を目指したり策を講じたりしないので、主人公が推測した幽霊の正体が全然違うものだったとか、主人公が解決のために取った手段が実は逆効果だったみたいな、主人公目線で見ると非常に驚くギミックが作りづらくなると思うんですよ。うんうんうん。つまりただただ悪くなっていく状況を見ているだけに感じるんですよね、こっちとしては。おお、ほうほうほう。しかもマンション、出版社、遊園地の物理的な距離感が何ともつかみづらく、いまいち生活感が感じられないよしみ。ほう。どう見ても不倫して家族捨てそうなやつなのに、なぜかなりふり構わず一個の親権を奪いに来る旦那など、全体的に世界観とキャラに入りきれなかったんですよね、個人的には。あー、確かにそうだね。おー。そんな中、中盤の素晴らしい点といえばやっぱりVHS に記録されブラウン管に映し出される気味の悪い監視カメラの映像の雰囲気ですよね。あー、気味悪かったね。うん。これはやはり当時じゃないと出ないいい雰囲気ですね。そして散々ダメ出ししちゃったみたいな感じですが、この映画なんとここから逆転満塁ホームラン打ってくれます。ほう。なんと育子を抱いて逃げたはずのよしみの腕の中には三つ子があって最強の場面のことですね。あー、確かにすごいね。うん。見せ方が本当に素晴らしかったですよね。あの自分の家の玄関から出てくるのがイクコちゃんっていうね。はいはいはい。しかも伏線も素晴らしく、イクコと仲良しになりたがっていたというミスリードをしておいた幽霊のミツコちゃんが実はヨシミを奪うためにイクコを殺すつもりだったってことですよね、あれ。はいはい。もうね、細かい不満なんて全部吹き飛ばす満塁ホームランですよ、これ。俺厨房の時にこれ初めて見た時、一本取られたぜとか、もう意味不明な独り言言っちゃいましたもんね、これ。まあ確かにあれ衝撃だったよね。うん。ってことは大ちゃん的には最終的には良かったんだ、この映画。まあ、ぶっちゃけその後の打足がほう派手に抱きついてきた割に特に何もしないミツコに対して、私がママよとあのよしみが言うんすけど、理由として最愛の娘育子を守るため、そして自分と似た境遇のミツコに同情したとか深読みするとね、
よしみの弱いところにみつこが取り付いたのかもとかも言えますよね。まあね、うん、確かによしみの気持ちもわかるんですが、冒頭からずっと受動的で主体性が見えづらかったよしみが珍しく言い切ってくれてた言葉が、ママもいくちゃんさえいれば何があっても平気なんすよ。ほう。もうおめえの細けえ気持ちはもう知らねえよと。みつこをぶん投げてでもいくこを抱いて逃げろと。はい。いくこにとってお前はたった一人の母親やろ。簡単に諦めんなよって言いたくなっちゃいません？あれ。俺だけっすか？母親に捨てられた過去があるキャラとしての解決策だとは分かりますが、個人的にあんまり応援できない形だったって感じですかね。ああ、はい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 。まあそんな感情的な話じゃなくても、単純に最初から判断基準や思考回路にいまいち強い特徴がなかった、要はキャラが薄かったよしみが急にあんな言動をとっても驚くというよりは、え、何？急にこの人って感じで引いちゃったんですよ僕。おう。しかもさらに打足が続いて、高校生になったイクコが廃墟となったマンションでヨシミと話すじゃないですか最後。うん、話してたね。うん、多分あれはまだヨシミとミツコが一緒ってことは、貯水タンクに2人の遺体が入ったまんまってことでいいんですかね、あれ。はあ、多分ね。おう。で最後のイクコのセリフ、母はずっとここで私のことを守ってくれていた。もうすいません、僕ここめちゃめちゃ混乱したんですけど、要はこれよしみが成仏できずにみつこを落ち着かせているからいくこは平気、つまりよしみが成仏したらまたいくこがみつこにロックオンされるってことでいいんすか？おお、そうか、はいはいはい。最後の最後になんかもうすげえ謎をまた残された気持ちになって俺。はい。つまり僕個人的にはこの映画野球のスコアで表示するとこんな感じなんですよ。はいはいはい。9回表に逆転満塁ホームラン打ったけど9回裏にサヨナラ負けっていう。しかもこの2点は両方とも押し出しデッドボールっていうね。なんかでもちょっと言いたいことわかります？ちょっと伝わってきてる、うん、まあでもこの9回表のホームランは本当に邦画の歴史に残る演出やと思ったんで素晴らしかったんですよね、ここに関してはやっぱり。うん、確かにね、すごかった。では最後に今回の話の締めといたしまして、僕がよしみみたいに実際に体験したアパートでの恐怖体験をお話しして終わりたいと思います。今回は。お、本当の話ですか？あ、実話です完全にこれ。ほう。若い頃僕は都内の単身向けアパートに引っ越したんですけど、そこは周辺の相場より明らかに安かったから即決したんですよね。へえ。確かにちょっと古かったには古かったんですが、あんまり気にせず入居したんよ。ふんふんふん。そしたらさ、その入居初日になんとトイレが詰まってて流れないんよ。ほう。初おしっこでですよ。初おしっこね。で部屋を契約した某大手不動産屋に電話して報告したんよ。そしたらさ、電話対応してくれた女性が耳を疑うことをおっしゃって。何て言ったの？業者の手配に一週間ほどかかりますって言われて、もう俺正直若かったのもあって、もうてめえ俺に一週間の嘘しろってのがポケコラカス。だいたい俺が契約したのはパイってついつい言っちゃいまして、まあ、急遽その日に無理やり業者呼んでもらったんすよ。おお、来てくれて。おう。んで、その業者のおっちゃんがトイレの点検してくれてるのを部屋で待ってたらさ、そのおっちゃんが俺を呼ぶわけよ。ほう。おい、兄ちゃん、原因これだわって言うわけよね。ほう。で、なんかね、ちょっと声の様子がおかしくて、恐る恐る見に行ったらさ、そのおっちゃんが詰まりの原因を持って立ってるんよ。ほう。なんとそれ、女物の手鏡に髪の毛がぐるぐるに巻きついてたっていうね。これ詰まってたって言われて。マジかよ。で俺ささすがにちょっとビビっちゃってさ、おっちゃんに、そういえばこの部屋すごい相場より安かったんよねみたいな話をしてみたら、あのおっちゃんが笑って言うわけよね。もう誰か死んでんじゃねえのみたいな。でよく見たらそのおっちゃん、前歯が 2,3 本なかったんよ。え、ちょ、何この話。打足の見本？すいません、ちなみに実話なんで皆さんもお部屋選びは慎重にってところで、じゃあお疲れっす。